日本鹿児島県鹿児島市下意識下意識は、鹿児島県鹿児島市の町名。旧鹿児島郡鹿児島近在下意識村、鹿児島郡意識村、大市下意識。下意識1丁目から、下意識3丁目及び下意識町があり、下意識1丁目から、下意識3丁目では住居表示を実施している。郵便番号は、下意識は890の0005。 下石木町は890の0004。人口は7644人。世帯数は3871世帯。鹿児島市北部、高月川中流域に位置している。町域の北方には、石木、石木台。南方には総武田町、草無田、西方には、黙り団地、若葉町、東方には小野にそれぞれ接している。西部には南北に、国道3号が通り、 北部には東西に横断して、鹿児島県道208号、坂本意識線が通っている。主に住宅街であるが、意識地域など、鹿児島市の北西部の中心街となっており、国道3号沿いには、商店などの商業施設も多くある。また教育施設も多数所在しており、町域の南端部には、鹿児島市立意識中学校、隣接して、 鹿児島大学教育学部附属特別支援学校、鹿児島市立玉江小また、2011年までは、鹿児島県立盲学校が所在していたが、上福本町に移転した。また2012年3月までは、鹿児島県立鹿児島西高等学校が、所在していたが、鹿児島県立名桜館高等学校に統合され、廃校となった。また、 玉江小学校付近には1896年に熊本城から移転して以降第二次世界大戦終戦まで第六師団不評第45連隊の本部が置かれていた下意識には団地が2つがあり下意識3丁目に所在の日東平団地は1号棟が2つある珍しい形である若葉町側の1号棟は特に日東平改良住宅と 区別されて呼ばれている。また、鹿児島県営の下意識団地も別途所在する。1950年頃の下意識付近へ意識という地名は室町機より見え、薩摩国鹿児島郡のうちであった。文明5年の田代肥前入道、清定所上に見えるのが下意識という地名の所見であるとされている。江戸期は鹿児島郡鹿児島近在のうちの下意識村であり、村高は 天保郷町では1222国余り、急行給料取調べ町では1587国余りであった。1889年に町村制が施行されたのに伴い、鹿児島近在の内護村より、石木村が成立し、江戸期の海式村は石木村の大技、下意識となった。1892年には国道が開通し、交通の要所としても発展する。 1911年には、下意識の内総、無田地区が、鹿児島市に編入され、鹿児島市総無田町となり、1920年には、下意識の内の上谷屋地区が、鹿児島市に編入され、鹿児島市多摩里町となった。1950年には、意識村の全域が、鹿児島市に編入され、それまでの大技下意識の区域は、鹿児島市の町名、下意識町となった。 1978年には一部の区域が、たまり団地一丁目から、たまり団地三丁目、若葉町に分割された。1995年2月13日に、下石器町の一部より、下石器一丁目から、下石器三丁目までが設置され、同時に住居表示が実施された。同年10月5日には、下石器町の一部が、石町に編入された。 公共教育病院郵便局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東大は意識ニュータウン東大のこと。国道剣道。ありがとうございます。